俳優の犬飼康弘、28、が14日、フジテレビ、ポカポカ、月曜から金曜前11、50、を体調不良のため欠席。事務所の先輩だという俳優の小池徹平、37、が代役として出演した。番組冒頭で MC の、ハライチ、澤部優が、本日、犬飼くんが体調不良ということで、見てくれてるかな、ゆっくり直してくださいね。犬飼くん、と説明、ということで、犬飼くんがいないということで先輩が、兄さんが来てくれました、と続けると、小池が登場、スタジオが沸いた。澤部が、同じ事務所でね、と明かすと、小池は、そうですね。可愛がっている後輩でもありますし、まあ体調不良ということだったんで。本人、一番悔しいと思うんですけど、頑張って直すと思うんで、とコメント。キスヘタ俳優、代理小池徹平、とのプレートを胸につけて出てきたが、スタッフさんにこれ、つけてくれって言われて、つけさせられたんですよ。何なんですか、これ、と質問。澤部が、いやちょっと、犬飼くん、この番組では、キスヘタ俳優、と呼ばれてまして、サクランボのヘタを口で結べないということで、キスがヘタなんじゃないかと、と説明すると、小池は、とんでもない扱いされてますね、と冗談めかして話してみせた。犬飼については前日13日に所属事務所が公式サイトで犬飼の活動につきまして体調不良のため医師とも相談させていただいた上でお休みさせていただきます。なお、新型コロナウイルス感染によるものではありません、と報告。ファンの皆様及び関係者の方々には大変ご心配とご迷惑をおかけいたしますが、今は回復に向けて体調を整えてまいります、とメッセージを送っていた。